こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはお名前を聞かせください。福原健太郎です。ありがとうございます。お仕事は何をされていますか？プロフィッターです。ありがとうございます。今日はね、室内での撮影でまた新鮮ですね。いや、思いましたよ。はい、やはりね、あの野外ロケっていうのはね、もうしない方がいいですよ。あれはちょっと無茶がありました。やっぱりいろんな意味でね、うん、労力がかかった割にはね、なんかね、あの生産性がないというかね、危険も割と伴いましたかね。危険も伴うし、まあ、いろんな意味で割が合わない。うん、僕らみたいな素人が YouTuber の真似事をしても、まあダメだと。そうですね。はい。うん、ですから、まあ、至ってシンプルに。シンプルが一番ですね。背伸びをせずに。そうですね。ありのままの。うん、スタイルをやった方が、確かに。やっぱちょっと無理がありました。うん。うん。本当割が合わないですよ。あんな YouTuber の真似事は。もうやめた方がいいと思います。大変ですね、YouTuber の皆さんはね。はい。やめた方がいいと思いますよ。ああいうことは僕らはね。そうですね。僕らはやめた方がいいと思う。背伸びをするのはやめて。そうです。シンプルに。そういうことです。今日も行きたいと思います、はい。よろしくお願いいたします。無理がありました。はい。よろしくお願いいたします。ね、これまでは海外に結構行かれていましたけれども、はい、ちょっと今コロナ禍のね、影響でどうしても制限はされますけれども。はい、そうですね。やはりコロナ、去年、もう一昨年が最後ですかね。一昨年が最後ですね。だから去年は1年間行ってないですよね。そうですよね。毎年やっぱり年にね、数回ね、海外で展示会がありますから、はい、まあ、それに行くというのがね、まあ一つのルーティンでしたけど、そうでしたね。はい、もう行ってないと。やはりね、やっぱり日本の中だけにいると、どうしても視野が、限られてますから、そうですね。やっぱり世界に行くと、まあ、特に僕はヨーロッパ、行きますけどね、はい、まあ、やはりそういったところでね、はい、まあ、人種差別っていうのは当たり前のように、普通に受けますから。そうですね。すね、はい、ちょっと日本にいると分からない感じですよね。分からないです。もう人種差別は、はい、普通の挨拶レベルできますから。アジア人というくくりでどうしてもね。まあ、イエローモンキーですよ。やはり中国人、僕なんか特に、中国人と間違えられますからね。まあ、100%。で、ヨーロッパで出会った中国人の人にも、僕は中国人と思われて話しかけられますから、よく。同郷だと思われて、ね。そういうことです。だから、ヨーロッパ行ったら僕は中国人と思われる。で、中国に行ったら僕はモンゴル人と思われる。韓国に行ったら中国人。まあ、基本的にやっぱり中国人。に似てる中国系、物言いとかそういうところですか、韓国系、モンゴル系、まあ、だって、はい、うん、まあ、やっぱりそんな感じですよね。ですから、まあ、そういったところではね、海外にはね、やはりちょいちょい行かないと、どうしてもやっぱり刺激が、脳の刺激が、そうですね、確かに少ない、少ないです。だから、ひらめきも少なくなります。確かにね。はい、ですから、この1年、2年はちょっとね、僕の脳もね、停止している状態です。いや、そんなことないと思いますけど、はい、ちょっともやもやっとね、した感じも、なきにしもあらずということで。まあ、そうですね。うん、まあ、ここでね、まあ、海外に行った時の、最初の頃の話ですよね。はい。イタリアに行った時の話を、ね、はい。はい。しましょうかね。ぜひぜひ、お聞かせください。はい、まあ、イタリアにまだ行き出しの頃ですよね。はい。まあ、飛行機に乗りました、はい、ね、まあ、結構長いフライトですからね。うん、そうですよね、まあ、はい、で、何時間かかるんだっけ、十何時間ぐらいですか、ね、12時間ぐらい、直通だったら早いね、12時間ぐらいだよね。で、やっぱりこう経由するからね、大体ちょっと乗り換えたりしましたんで、結構かかりましたもんね。結構かかりますよね、24時間弱はかかるかな、乗り換えるのね。で、まあ、向こうに到着するのがね、はい、もう最終、もう深夜ですよ。はい、深夜、うん。で、行ってまだ2回目の出来事の時かな。はい、一番最初に行った時にはね、はい、どうしても僕、向こうの合わなくて、食事が。あ、
はい、イタリア美味しいですよ。パスタも美味しいですし、食の、ね、文化は、もうあの、うん、ピザ、ピッツァ、うん、あとか、ね、いろいろ、美味しいものばっかり、もうあのケーキですよ、甘いものですよね。うんまあワイン、うん、飲まないですけど、うん、ワイン勧められてワイン、まあさまざまなね、はい高カロリーの、うん、ものがありまして、うんはい、ものすごくね。うん合わなかったんですよ僕は。それはちょっとものすごくいいところに連れて行ってもらったんですけど、ちょっと口に合わずに、ね、なかなか食事が合わないし、しんどいです、ね、しんどいです10日間2週間ぐらいその生活そうでしたか。げっそり痩せて帰ってきた記憶がありますけど、うん、だから2回目はこれ失敗しちゃいけないと思って、はい日本から何か策を練ったんですか。策を練りましたよ、うん、やはりキャンプ用のね、うん電気なんていうんですか、はい、お湯を沸かしたり、お湯を沸かす鍋をしたりという簡易的なね、うんはい、鍋を沸かす、はい、マシンを持って行ってね、はい、でそこでお米、はい、お米も5キロ持ってきました僕は5キロお米5キロはい、うん、でカップラーメン、カップラーメン、インスタラーメン、うんもうまあカップだとちょっとかさばるんでね、その袋のね、なるほどね、鍋がありますね、はい、鍋がありますからね、うんそれをね20食ぐらい持っていってね、うん、行きましたよなるほどね、もうこっち食べた方がマシやと思って、そうずっとそれを食べとこうと思ってホテルでそんなに合わなかったんですね。合わなかったですね。はい、でまあホテルに着いて、はい、まあ5つ星ホテル、はい、もうかなりいいホテルですよやっぱり。そうですね、向こうはやはりね、うん、もう3つ星ホテルでも危ないって言われてましたから、うんまあ、やっぱりスリとかね、もう日常茶飯事ですからね、はい、そうですか。もう普通に覗いてきますからね、バッグの中身をね、子供たちも、はで子供たちの歩いてる時にとかバス停とか地下鉄とか乗ってる時に子供たちは覗いてきますから、こうやってで親に合図を送りますから、親がちょっと遠目でいますから、はい、でこれがいいものが入ってたら、はい、すすっと親が寄ってきて知らない間に取りますから、はい、だいたい2人1組ですよね。2人1組と驚きですね、はい、子供と親子が。そうするとね、狙わ、疑われないんですかね。いや、はい、もう疑われない、もう堂々としてきますから。はあ、それとか、まあ、中学生ぐらいですかね、はい、中学生高校生ぐらいの、まあ、こっちでいうヤンキーですよね、うん、僕は大体 4,5 人ぐらい、はい、グループで囲みますから、うん、怖いですね。もう観光客はね狙われますよ一発で。はあ、もうじゃあ観光客という感じを出さない方がいいですね。出さない方がいい、はい、もういかにも現地に住んでますよという。そうです、だから僕は薄着ない格好でね、うん、もう1回目で学びましたから、2回目はね、うん、わざと着替えて現地のやつみたいに薄汚い格好で、うん、薄着でしかもバッグとか大体旅行人はね、ショルダーバッグ盗まれないようにショルバッダーバッグとかしてますけども、肩掛けのね、はい、斜め掛けの、それも、はい、それも逆に目つけられますんで観光客やということで。そうですか、はい、だから僕はねもう堂々とバッグを持って、うん、しかもそれ空っぽなんですよ、何も入ってないダミーバッグを持ってね、大事なものはね、さすが、もうお腹の中にね、お腹のこの中に、はい、ベルト式のやつを隠して持ってて、うん、二重で。でもこのバッグはダーミーですよ。なるほど、いかにも俺はイタリア人だぞみたいなノリで。それだったら取られてもね。取られてもいい。まだね。ね、覗いても何も入ってないから、なんじゃこいつはと。ね、いうようなことをしてました。なるほどね。でも話は戻ります、うんうんうんね、で飛行機で着きました夜中、はい、2回目のねイタリアですよ、はいはい、で着いても疲れましたホテルに。お疲れ様でした、ね、でやっぱり同行するね、うん、やっぱりこうメンバーが何人かでいつも行きますから、はい、着きまして、はい、みんなにね、うん、いや今日俺のね、うん、後で部屋に来いと、うん、ね、日本食をご馳走してやるぞと君らに日本食をご馳走してやるから、はい、後で俺の部屋訪ねてもらえると、うん、そうですかと、分かりましたと、ね、で、まあ、僕はホテルに入って、はい、やっぱりこう疲れてました。相当、ね、でもその鍋を作ってね、うん、まあ、みんなにね、うん、白いご飯を、うん、振る舞っておにぎりを作ってやろうと思って、素晴らしい5キロの米をね携えてきたわけですからね。持ってきて、でもまあ、はい、作れるのはだいたい2合ぐらいしか作れないんですけど、まあそれでも十分ですよね。そうですね、
はい、ですから、そこで、コンセントを入れて、初めてその機械を取り出して、使ったことなかったですから、買って。あ、もう行く寸前にね、きっと買って。山田電機で買っていきましたから、で、それでね、はい、コンセント入れました、はい、200ボルトです。日本とはちょっと規格が違いますから、はい、200ボルトの電源入れて、はい、ね、この土台の上に鍋を置きました。うん、はい、もう準備は完璧ですね。準備は完璧ですよ。うん、でね、あとは、まあ、お米を入れて、うん、水を入れて、うん、温まるのを待つだけですね。もうなんか作り方が書いてあったんでね、はい、待ちました。はい。スイッチ押して、はい。で、何分経ったんですかね。まあ、結構早めの時間、30分ぐらいかな、うん、経ってね、うん。まあ、説明書を見るとね、結構早い段階でね、まあ、できるみたいなノリがね、うん、書いてあったんで、はい、で、まあ、僕もねまだかなまだかなと来てもね、うん、全然あのなんて言うんだろう、蒸してる感じがないんですよね。煙が蒸してる感じがないおかしいなと中覗いても何も微動だにしてないんですよ、それ、はい、お米とお水が、はい、入れた時のままって、ね、入れた時のままで、はい、おかしいなと、やっぱこれ相当時間かかるんだろうな、うん、1時間ぐらいして、うんうん、で僕ほら目が悪いんでね、はい、眼鏡取ってて、はい、眼鏡取るともやみたいに見えますよね、はいはい、もやみたいに、はい、1時間はちょっと大げさかな、うん、40分ぐらいかな、うんうん、だコンコーンとなって、はい、まあスタッフが、はい、みんな来てね、うん、失礼しますと、うん、入ってきた瞬間みんなびっくりして、はい、社長どうしたんですかって言うから、何がって、これ、これ、メガネ、はい、どうしたん、はい、飯、おにぎり食うぞ、うん、準備して、時間かかっとんねん、これ、うん。いやいや、燃えてますよって言うから、これ、火事、もう、煙ですよ。部屋中が煙で、充満してて、しかも、ベッドの横の、要するに、台のところでやってたんで、はい、そっから火が出てるんですよ。ちょっと相当バチバチなって危ない状況ですね。でも僕は、はい、多分疲れてたんでしょうね、本当にね、はいはい、意識飛んでたんでしょうね。目の前でいるにもかかわらず気づいてないです、はい、ぼやっとして危ないですよ。で、そこで初めて俺眼鏡をかけてその惨状を見ました。はい、うん、もういやもう煙だらけですよ。でそこから火がもう今にもうなんていうの、もう他のところに移りそうな、これは危ないと、水だーと、うん、水を持ってこいと言ってる、みんな慌ててシャワー室行って、はい、でも日本みたいに桶とかないじゃないですか。そうですね、でシャワーも短いんで届かない、うん、もうとりあえずタオルに水を含ませて、はい、もうとりあえずバンバン投げて、はい、で鎮火させたんですよ。すごいですね。はい、鎮火させました、はい、無事鎮火しました。よかったですね。はい。で、無事進化して、はい。見たらね、うん、そのベッドの横のね、はい、台ですよ。はい。真っ黒焦げですよ。サイドテーブルなるほど。サイドテーブルの天板ですけどね。はい。天板。はい。真っ黒焦げ。まあ、それだけで済んでよかったというか。まあ、そうですね。で、まあ、とりあえず、ね。何と申しましょうか。もうやってしまったことはしょうがない、うん、で逆さまにしてやってる、うん、でもどうしてもやっぱり腹減ってる、うん、もうとりあえず、うん、ご飯はやめて、うん、ラーメン食おうぜと、うん、もうとりあえずラーメン作ってくれと、ここで俺もう見えないんで、はい、ラーメン作ってくれと、はい、作ってもらって、はい、まあ、みんなでラーメン食って、はい、その後考えましたよ、うん、どうしようかとまずはね、やっぱり腹は減ってはね、戦はできるんで、やはり海外でね、そういうトラブルが起こるとね、はい、ものすごい金額を請求されると、何百万何千万と請求されると。そんなに、はい、ホテルは、はい、で絶対火事とか、うん、そういうのは避けてくれと散々言われてましたからだからね、はい、まあ、僕は慌てて、はい、まあ、日本の会社に電話しましたよ、うん、はい、であなた出ましたよね、はい、日本の会社で、はいはい、いや今こういうことが起こったと、はい、ね、これ保証、うん、これのクレジットカードの保証、うん、いくらあるんやと、ね、これ保証で多分対応できるやろって調べてもらって、そうでした、ね、だから保証金額はまあ結構ね、はい、まあ、数千万何億である保証だったんやけども、うん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 、問題なのはそれが建て替えなくちゃいけないと、はい、いうことだったじゃない。
そうです。お金を一時的に立て払って、後から日本に帰ってから手続き終わって金が返ってくると。あ、そうでしたね。立て替えようにもこれ金ないよと。うん、しかもね、展示会に行って、うん、そのお金、うん、もちろんお金持ってきてないんでね、うん、どうしようかと。うん、どうなるんだろうという不安が先にね、うん、先走って、はい、でもとりあえずはねついて早々ねついて早々そんなことが、はい、まあとりあえずね、うん、あの報告はしとかないといけないからそうです、ね、ホテルのカウンターに行って強引に、うん、まあ片言の、うん、あの英語と、うん、iPad で、うん、まあ翻訳機を使いながらこういうことが起こったと、うん、いうことで、うん、なんとなく、うん理解してくれたんですよね、うん、そうでしたか、はい、なんとなく理解してくれて、はい、でノープロブレムって言うんで、うん、え何もないのと思って俺は、うん、思ってたんですよ、はい、まあ確かにこのサイドテーブルぐらいの弁書、うんうんうん、まあ大した金額じゃないやろでも分かんないよねこれで何百万するかもしんねえしそうですね分かんないよ調度品はね分からないですもんね安っぽく見えて、うん、緑の家具みたいに見えるんだけど実は高かったりするだけじゃないですかそうかもしれないですねもうその辺ドキドキしながらね、うん、放心状態でもうとりあえず、はい、寝ましたよ、はい、寝て寝たんですか次の日の朝ですよはいね、うん、朝食うんね、まあビュッフェですよ、うんうん、食べていろんなものが、イタリア到着の朝、はい、初日の朝ですよ、うん、はいね、うん、じゃあみんなざわざわするんですよいや社長と、はいうん、なんかあそこのね、うん、大きな黒人の人がね、うん、こっちをにらみつけてますよとあらこのね柱の横からねもうものすごくねボブサップみたいなねでかい男の人がね、はい、ずっと睨みつけてるんですよ、僕は。ボディーガードみたいな感じで。ボディーガードみたいな。はい。ね。まあ僕はね、はい、ピンときました。うん。あ、彼がここの支配人なんだなと。まあ一番偉い人なんだろうな。そうですか。僕見定めてるんですよ。ね。で、僕はね、謝りに行った方がいいなと思って。はい。はい、ね。うん。謝りに行きました。はい、朝食もね、そこそこに。ああ、まあ、昨日はね、はいはい、ちょっとこういうトラブルがあってね、うん、まあ、sorry と、いうね、うんうん、簡単なことでね。はい。だから、その前のボーイの子がノープロブレムって前日言ってたんでね、はい、問題ないやろと思ったんでね。そうですよね。問題ないどころかね、うん、もう大問題ですよ。あら。事件が起こりましたよ、そこで。また起こりました、イタリーでも。イタリーでも。はい。ちょっと来いと。ちょっと来いって言われて。あれ全然ノープロブでも。ノープロブでもなかったんです。あの事務所に。はい。連れ込まれて、うん。うん。その時通訳はいませんから。通訳は現地で会う約束してましたからね。展示会でね。英語喋れるやつも誰もいないんですよ。うん。それは大変。まあそれも無謀ですけどね。はい。まあでもまだ2回目の出来事。うん。旅ですから。うん。行って。うん。まあ延々と。まあ30分そこら、はい、わけわからない英語で、はい、多分罵ってたと思うんですよそうでしたか、うん、感じからするとねきっと、うん、もうとりあえずなんてことしてくれたんだと、うん、貴様と、うんね、お前ね英語も喋れないのかと、ね、このボンクラ野郎と、はい、いうような汚い言葉多分汚い言葉を発せられたと思いますそれはなんとなくわかるんですよ汚い言葉、はいこのサルメガみたいなことを言われたのは英語でわかるんですよ、うん、なんとなくものすごく罵られましたから、うん、そうでしたかで僕は座ってねこうやって座ってて、はいうん、まあ罵ってるなとでも要するに、うん、向こうが英語喋って俺は英語知らないわけ、うん、通じへんって言ったら、うん、向こうは日本語通じへんやろうなと思って、うんうん、ね、うん、僕は日本語で返してましたあ知らんわボケとね得意のね、日本語で昨日貴様のところのやつはノープロブレムって言ったじゃないかと、はいね、あのしかも、まあ、もちろん現場見ましたよ、うんうん、現場を見て、うん、これだったら問題ないって言ったよと君の部下はとあら、うん、もう思いのほかね、うん、だから、うん、あのそれでね、うん、そんなこと言われる筋合いないわと、うんね、それで日本語で返したわけですねそう俺は弁償するって言ってんだよ別にと、うんねうん、だからそれはちゃんと謝ってるじゃないかと、うん、それをね、うん、なんだねっていう感じでね、うん、向こうはね何言ってるかわからないおっとお互い噛み合ってないんですよ
まあだけどね、ちょっとこう怒りが。お互い噛み合ってないけども、うん、ものすごく向こうは怒ってるっていうのが分かる。ものすごくもう顔がこんなに近づいてましたから。うらーっと、ボブサップが。ボブサップが、だから僕は、ね、だから心配して周りのスタッフも来ましたよ。はい、そうでしょうね。大丈夫ですかじゃあ、うん、そしたらもうみんなドン引きですよ。あまりにも怖いから、向こうは。いや、本当に。やっぱりイタリアは怖いねと。イタリアは怖いよというところですよ。だから僕はね、いやいやと、はい、まあ、落ち着いてくれと、うん、ね、もうちょっともうシッタンプリーズと、もう中学校の時に習った、よかったですね。もうシッタンプリーズと役立ちました。ああ、うん、言ってね、うん、まず座ってもらって、はい、やはりこの状況はすごくまずい、うん、ね、しかも会話は噛み合わない、うん、でも事実は理解してる、うん、お互い、うん、でお互いどういうふうにしていこうかっていうのも認識してる、まあ、弁償すると、うん、ね、うん、どういうふうにしたら弁償方法ありますかということは向こうも理解してくれてると、はい、でもなんかこう感情がそこでお互いバチバチに向こうも切れてると、僕の態度にも切れてるし、僕はそんな偉そうな態度は取ってないんだけども、うん、何かしら多分日本人のことは嫌いなんじゃないのかなっていうような態度だ、うん、もうグワってきて、うん、だからアジアはダメなんだみたいな、うん、来るとこれはまずいなというところでね、うん、何かないだろうかと、うん、このギスギスした、うん、空間に和ませる一つの道じゃないんだろうかと僕は考えました。素晴らしい。ね、はい、そこでね、はい、勉強してたイタリア語でね、お、一つだけね、はい、覚えてたイタリア語のワンフレーズがあるんですよ。はい、それがね、はい、ふと思い浮かんでね、はい、この前に勉強されていた、はい、はい、まあ、とりあえず、うん、イタリア語喋れば、うん、何かフレンドリーになるかもしれないなと思ってね、はい、そのワンフレーズを言いましたよ。はい、ね、うん、聞きたいですか。どんなワンフレーズだったんでしょう、イタリア語で。まあそれをね言った後はねものすごく有効的になりました。あ、そうでしたか。それで、はい、ものすごく仲良くなって、その後ね2週間滞在したんですけどね毎日イタリア語のレッスンをねしてくれて、で結局はね、弁償も、うん、もちろんしなくていいって言われたんだけども、うん、いやそういうわけにはいけないから、うん、とりあえず最低限のことはやらせてくれって言ってね、うん、まあ終わりのね、うん、品を渡してね、うん、それでねものすごく、うん、ハグして、はい、楽しい2週間を過ごすことができたんですよね。そうでしたか。その奇跡のね、はい、ワンフレーズ。ワンフレーズ聞きたいです。イタリア行ったらね、はい、命を救うかもしれないこのワンフレーズ。そうですね。はい、聞きたいですか。はい、なんとおっしゃったんでしょう。ね、はい、イタリアに行ってね、うん、命を救うかもしれないトラブルがあった時に、うん、命を救うかもしれないワンフレーズをね、うん、ここで発表です。発表しますよ。はい。いけますよ。はい。Un caffè per favore. Un caffè per favore. Sì. どういう、Un caffè per favore. はい。Un caffè. うん。ね。カフェ。カフェ。コーヒー。コーヒーですよ。はい。はい。ね、まあ向こうではカフェってエスプレッソの意味ですけどね。はい。Un caffè per favore. ね。うん。まあ please って意味ですよね。まあください。お願いしますみたいな。はいはい、じゃエスプレッソをくださいということですか。そうそう、まあコーヒーもらえますか。コーヒーもらえ、コーヒーもらえますか。うん、カフェペルファボーレ、ペルファボーレ。あ、ペルファボーレね、そういう。ペルファボーレ。なるほど。ね、はい、それ言ったらね、はい、びっくりしてね、はっと。でも俺がイタリア語をね、うん、そのワンフレーズだけでもね、うん、流暢に喋るんでね。Oh, see it.グラッツェって言ってね、はい、頼んでくれてね、はい、で2人でねエスプレッソあっちんちんって言いながら乾杯ですね、乾杯って言いながら素晴らしい飲んで、はそこでね、うん、まあ、いわゆるね、うん、まあ
現地の人っていうのはね、喋、はい、れなくてもね、イタリア語をね、はい、勉強した、イタリア語を喋るだけでもね、うん、やはりね、うん、ものすごく親近感が湧くもんなんですよね。うん、まあ日本人もそうじゃないですか、外国から来た人がね、一生懸命日本語を喋る。確かに。意味不明の日本語を喋っても、うん、何かしらそこで面白い。うん。ね、何かこちらに、ね、寄り添ってくれようとしてるという、そう、まあ、ボビーオロゴンみたいなね、うん、なんかこうね、うん、変な日本語なんだけども、うん、なんかこう親近感は、うん、いやそういう効果ありますから。なるほどね、はい、何を喋ってもいいわけですね、きっと。そういうことです。日本語なりね、その現地の言葉を話してるよという、そういうことです。有効的な、そういうことです、そういうことです。なるほどね。でも優雅な言葉ですよ。うん、カフェペルファボール。そうですよね。それでね、そんな言い争ってる時に、一瞬でね、うん、もう仲良くなりましたよ。距離がぐっと縮まったわけですね。そうです、そうです、そうです、そうです。いや素晴らしいですね。アミコ、アミコ、アミコですよ。あの友達になりましたよ。おお、友達になったわけですね、うん、いやすごい素晴らしいですね。そうです。ですからね、はい、やはりこう、まあイタリアに限らずですけどね、うん、海外に行くときはね、うん、その国のね言葉をね、うん、いっぱい覚える必要ないと思うんですよ、うんうん、で単語だけ覚えても使えないと思うんですよ。ワンフレーズ、そうですね、ワンフレーズを何でもいいから覚えておくと、僕はそこでね身を助けることがねあるんじゃないかなと。いやー素晴らしい、いうような経験上、そうですね、実際の経験に基づいた、そうです、はい。だからその後ね少しずつワンフレーズずつ覚えていってね、うん、まあやはり喜ばれますよ向こうも。そうですね、うん、じゃあいつの日にかこの動画もきっとイタリアで、イタリア語で、まあそうですね。まあ最近あんまり勉強してないんですけど、ね、やはりねイタリア語面白いですよ。そうですか、面白いです。まるでメロディーのように、歌のように。そうですか、はい、イタリア語は僕は英語よりも覚えやすい、うん、スーッと入ってくるんですねきっとね。そういうことです。いや素晴らしいお話を聞かせていただきました。今日もありがとうございました。とんでもございません。グラッツェでしたかね。グラッツェ、グラッツェ。また次回もよろしくお願いいたします。かしこまりました。ありがとうございました。ありがとうございます。